はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストミンストレルソング続きやっていきたいと思います。前回ね、セントベレスさんに突入しました。ここ悪魔の爪あった場所だよね。ここさ、あ、いけないか。多分ここら辺だと思うんだけど、いけるかなと思ってね。あ、上から行くんか、ここもしかして。いけないか。ここは？あ、いける。あ、ここだ。道見つけましたね。道が分かんなくてね、どこかなと思って、待って、これなんだ。ああ、なるほど。ちょっとトゲロス使います。多分ボスとかいると思うんですよね。もうそろそろね。これここだね。着いたんじゃない。なんだか不気味な風が流れてくる。これが魔界の空気なのか。魔界ってさ、そうだね、魔界あんのか。わあ、あ、なんだ、もうちょっと行ったらセーブ場所だったんだ、前回ね。いや、ボス絶対いる、これ絶対いる。ちょっとトヘロス使って回復していこうか。あんま戦わないで来たから、ちょっとバチ当たるかもしれないね、そこはね。よし、行こう。ゾゾゲルドグマ。やはりミラルゴたちもやられたのか。何としてでもここでお前たちを止めてやる。ドグマやるぞ。ヘイ、ウヒョヒョヒョ、ヘイって。ああ、あゾゾゲル、一回変身したじゃん、あんた。ギガデイン使ってみっか、一回だけ。ギガデインの力ため、あ、そっか、ハッサンになってるわ。しまった。ソウガエ、サモロ、ジェシカの方がいいな。よし。スクルトの、まあ、クバハ使いたいけど、ちょっと溜めてるから、バイキルトで。どっちの方がいいんだろうな。おお、280って。なんかドグマの方が先行けそうな勢いだな。このメンバーさ、ドラケ6で負けイベントですよね。よほどのことしないと勝てないよね。勝てなくて99まで上げたって人してますけども。え、あれってなんか倒せるんかと思ってずっとやっても倒せなかったんだよって、そこまでね気づかなかったのもすごいけど。ふわはとかいらないよ。まだザオリク覚えてないのか。そっちはないんだけど。でもメガザルダンスとかあったからね。生き返ってよ。ザオリクは確実生き返るんだけど、よっしゃ。
デフォーマーのスカラ使ってもしょうがないもんね。ワンキルトでしょ。なんでそこばっか狙うん。生き返った瞬間おいおいおい勘弁して、ゾンゾゲル怖いな。むしろ変身した時の方が弱くねえか。あれ、あ、デフォーマーズ覚えた。主人公は回復役になっちゃうのかな。どうなんだろうな。さすがにそうじゃないか。ゲマ様お許しを。光の教団に栄光あれ。さてさて、魔界にはいけんのか。目の前で出てくるのかなと思った、あのゲーマーが。賢者にしとかない？ブリザード、ヘルジャッカル。ジャッカルはあれなんだね、違う名前じゃないんだね。え、これちょっと地形違うね。だよね。あ、あれジャハンナだよな、多分右にあるんだ。下からくるって回って上行くよね。多分ジャハンナだよな。ね、ここはジャハンナの町よ。ジャハンナなんだ。昔魔物を人間に変えられる方が魔界にいてね、ここの人はその末裔なの。え、ミルドラース。この町には目に見えない結界が張ってあって魔物たちは入ってこれないんだ。小さなメダルは全部で57枚よ。今からでも全部集められるわ。あ、そうなの。武闘家でも、装備できる盾があるんだって。でもここの防御あるのは違うみたいだから魔物が持ってるんだろうね。あ、そっか、武闘家持ってないもんね、装備にね。デビルロードに気をつけろ。行動が回ってきた時に HP40 以下だとメガンテを使う。いいか、ターン開始時に40以下ではないからな。メガンテ、そうだね。そんな、まあ、倒しきれってことだよね。吹雪の剣。あー、待って。ビッグボーガン。高っ。太陽の鬼。192。ここさすがにかわいそうか、いい加減。なんか人いたな。踊る宝石が持っている青の剣は幻の武器。全ての状態変化が無効になるぞ。青の剣、踊る宝石、状態変化が無効になる。え、なんかやばくねえか、それ。ぶっ壊れ。シドウの神殿に行くには北東にある岩山の洞窟を抜けねばならん。洞窟あんだ。光の教団がシドウを呼び出しに来たって。自分からそんなことするなんてバカな連中がいるんだね。そりゃそうだよな。鉄仮面預かり所です。鉄仮面いらないね。あー、魔除けの鈴って結構いいよな。じゃあ褒美屋さん、太陽の冠売ってますけど、ビランタン、ミンクのコートもあるね。高えなー。これはそうだね。活
風の帽子。なんか1個しかなさそうなのはあんま売りたくないから、いらん、絶対売っていいよな、あるんだよこういうのとかね。ドラゴンクロウも売ってたよね。魔法の鎧だったっけ、売ってた。あんまわけわかんねえのはね、ミスリルヘルムは売ってたね。あ、違う、装備か、鉄仮面、まどろみの剣、お金になるの結構あるね。風神の盾、鉄の胸当て、ミスリルヘルム、もう一個ある。サモロとかゼシカか。あ、そっか、これになったんだ。じゃあゼシカは太陽の何デボラがさ、アグレートヘルムか。プラチナのが高いね。よし、じゃあこれは売っていいんだね。まあ今回ここら辺までなんだけどね。まだちょっと回ってないんで全部回らせていただきますけど、温存しといてよかった。あるとね、もういらないってなっちゃうからさ。太陽の冠が気になる。ハッサンか。貝殻帽子はやばいでしょ。それはかわいそうだね。はい、じゃあちょっとまだ回りますね。デスティニーストーンを捧げると破壊神が強くなるんだって。マジか。そういう話か。え、じゃあ何も捧げないとかレベル段階とかあんのか。そういうことですよね。はい、じゃあね、まあ、魔界ですね。どんなモンスターがいるのかな。え、まだそんな時間経ってないよね、なんだかんだね。あいつら倒して、まあ、この上に山があるんでしょうけど、ちょっと行ってない場所あるからね、行ってみたいですよね。だってモンスターも気になるじゃないですか、普通にね。あれ、皆でいいんだよな、おそらくな。ヘルジャッカルも初ですからね。なんだ。おお、シーサーメダル持ってんの、あれ、レアじゃね、絶対。シーサーメダル持ってんだ。ヒドラだったな、攻撃すんの。あれ256分の1とかじゃね、違うかな。なんかありそうだよね。ダークサタン、
ベホマナー使うんだ。強えな、しかし。魔界新モンスター絶対いると思うんですけどね、他にもね。まあドラクエ5っぽいんだったら、あ、ボストロール、まあ、今回ここまでにする。その岩山ってとこ分かれてやってもいいよね。すげえ。なんだあの HP タンクみたいなの。お金が全然たまらないね、ここはね。でもなんかあの踊る宝石って言ったよね。よし、はい、じゃあギガデインで使い切ったんで、まあギガデイン無双してレベル上げはいいんかな。高いよね、しかしここね。もう魔界だから価値知らないんだろうな。ぼったくりもいいとこだよね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。まあ、ちょっと早かったんかな。何か次回まとめてやりたいのでよろしくお願いいたします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。